では、6月2日から開会、6月2日に開会いたします、令和4年第3回審議会に提出させていただきます、えー、議案等について説明をさせていただきます。その前に、まず新型コロナウイルス感染者の推移でございます。えー、もう3年目、えー、過ぎてですね、えー、当初からの小松市における感染状況につきまして、え、こちらで進めさせていただいております。 えー、見てのご覧のとおりですね、やはりこの第5波というのがですね、いかにこの、重症、あのごい、感染の状況が高いかということをですね、えー、見て取れるんではないかなというふうに思っております。ただ一方でですね、えー、ま、昨年の第4波等に比べてですね、えー、考えてみるときにはですね、えー、重症化している方については非常に少ないという状況があります。えー、コロナにつきましては、まあ、 向き合い方で言いましょうかね。いうのを少し変えていく必要があるんではないかなというふうに思っております。感染の予防ということはもちろん大事ではありますけれども、何よりも重症化予防ということをですね、重点を置いた対策についてですね、今後取り組んでいく必要があるということを考えております。また国の動向等も踏まえながらですね、随時対策をしてまいりたいと思いますけれども、市民の皆さんにおかれましてはですね、引き続き 当然、やはり、まずは、あの、基本的な感染予防対策をしていただくと同時にですね、えー、重症化しないためのですね、対策についてですね、よろしくお願いしたいと思います。その中で、新型コロナワクチンの件でございます。こちらも重症化予防ということに重点を置いてですね、国と同時にですね、進めていきたいと思います。これまでも1回から3回目までの接種を進めてまいりました。 が、今回新たに4回目をですね、6月1日以降に実施をしてまいりたいと思います。今回対象となる方は、3回目を接種してからですね、5ヶ月を経過した方のうちですね、60歳以上の方、また、18歳から59歳の中でですね、基礎疾患のある方についてですね、が対象になります。今回対象となる方につきましてはですね、 えー、まずは黄色のあ通知、えー、はがきが、あのー、封書がですね、す、え、で、ー、にこの、六十歳以上の方は全員、また、すでに三回目まで、 の中でですね、当然基礎疾患があるということでですね、す、え、で、ー、に申し出ていただいている方につきましては、あ随時こちらからもお送りする形になりますけれども、新たにこういった基礎疾患があるということでですね、対象にしていただきたいという方がおいでましたら、市のワクチンダイヤルの方にご連絡をいただければと思います。そういった方に、方につきましては、またこちらで対象ということになりましたら、えー、接種クーポンをですね、えー、お送りしたいというふうに考えております。 このクーポンが届きましたら予約可能になりますので、えー、順次、1回目から3回目同様にですね、予約をして接種を受けていただければと思います。ワ、まあ、クチンにつきましては、ファイザー社、モデルナ社、いずれも接種可能でございます、えー。接種会場につきましては、当初は医療機関での個別接種から始めさせていただきまして、えー、人数が多くなる状況の時にはですね、市民センターでの 集団接種というものをですね、随時取,取り入れながらですね、なるべく皆さんに混乱なく打っていただけるような状況を推としても整えてまいりたいと思っております。また、これまで取り組んでまいりました、1回目から3回目の接種の状況については、えー、資料の右の方にも付けさせていただいておりますけれども、3回目の接種につきましては、まあ、ようやく61%まで来、えー、ましたけれども、やはり若い世代中心にですね、 えー、伸びていないというのが現状でございます。まあ、感染というところについてはですね、えー、もちろんこのワクチンということについてはですね、重症化させないためというものでありますけれども、まあ、感染ということについてもですね、えー、打ってる方と打ってない方ではですね、やはり相当違うということもですね、県のまとめで、えー、え現れておりますので、重症化しないということ、さらにはあ、感染を未然に防ぐという部分でも一定の効果が見られますので、ぜひ、えー まだ受けてないと。三回目をまだ受けてないという方は、ご検討いただければな、というふうに考えております。それでは、えー、今回、六、えー、月に提出させていただきます、補正予算につきまして、説明をさせていただきます、えー。一般会計といたしまして、今回、十二億四千四百九十五万円、一般会計の累計、えー、一般会計十二億四千四百九十五万円を計上させていただきまして、 累計では482億1495万円となります。前回計合わせましたの累計は1051億6395万円となります。まあ、今回主にですね、新型コロナ原油価格高騰物価上昇対策としての予算とその他に分かれております。まあ、その他の方につきましてはですね、えー、3月26日の暴風によってですね、 えー、大倉高原スキー場のー山頂にありますホットハウスが、屋根等がですね、相当傷んだということがありますので、そういったところに、えー、そこへの回収であります。費用としてですね、1350万円を計上させていただきました。また、えー、駅東地区複合ビル用地取得費につきましては、えー、北陸電力さんが今、まあ、現在、えー、進めております ビルにつきまして、その底地、地面につきましては、小松市が、えー、北陸電力さんに、えー、貸すということになっておりますけれども、一部、小松市の地面ではだけではなくて、ですね、えー、校舎の地面がありますので、まあ、そういったものをすべて小松市の地面にするということで、ですね、校舎から小松市への買い上げ費用として、ですね、2億5826万円を計上させていただきました。 その他、ピ P というマークございますけれども、こちらについては、それぞれのスライドにて説明をさせていただきます。まず、子育て世帯への生活支援の特別給付金であります。こちらは国の制度になりますけれども、一人親分、一人親世帯分と一人親世帯以外分がございます。まず、一人親世帯分でありますけれども、 令和4年4月分の児童扶養手当の受給者、また公的年金受給により、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方、また3番目といたしまして感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方、 こちら、1、2、3の支給対象者ございますけれども、それぞれに、それぞれ該当される方にですね、児童一人当たり一律5万円を支給するということでございます。1の、で、要件が対象となる方につきましてはですね、えー、議会での議決後、速やかに、6月中には、申請不要で支給をさせていただきたいと思っております。丸2、丸につきましては、申請が必要でありますので、申請をいただいた、 方につきまして、可能な限り、速やかに支給をしたいと考えております。えー、一人親世帯以外の分につきましては、こちらも、えー、2点ございます。丸一といたしまして、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度の住民税が非課税である方です。えー、丸二といたしまして、令和4年3月31日時点で、18歳未満の子が、を養育している方で、 次の2点、いずれかに該当する方でございます。令和4年度分の住民税が非課税である方、また感染症の影響で家計が急変し、令和4年度の住民税均等割がです、ね、非課税と同様な事情にある方でございます。こちらにつきましても、児童1人当たり5万円を支給させていただきます。こちらも1番丸1にの方に関してはです、ね、口座へは申請不要で振り込みをさせていただきます。 二の方につきましては、こちらは可能な限り、速やかに申請に基づいて支給させていただくということでございます。続きまして、住民税非課税世帯への支援ということでございます。住民税非課税世帯に対する臨時,給臨時の特別給付金として、1世帯当たり10万円を支給させていただきます。 これは新たに令和4年度の課税情報に基づいてプッシュ型で給付を行いまして、生活にお困りの方々に確実に給付をお届けするというものでございます。まず、住民税均等割非課税世帯についてですけれども、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯が対象となります。 ただし、令和3年度にですね、同様の制度がありまして、すでに時給済みの方は、今回は対象とはなりません。支給方法につきましては、7月,7月以降に確認書を送付をさせていただきますので、それにも続いてですね、提出のあった方から順次講座振り込みをさせていただきます。また、家計急変世帯の分でございますが、 新型コロナウイルス感染症の影響で、今年1月以降にです、ね、収入が減少いたしまして、えー、減少された方で,です、ね、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯の方を対象といたします。えー、こちらにつきましては、申請に基づきまして、えー、9月30日まで、えー、申請を受け付けておりまして、申請に基づいて、えー、順次、振り込みをさせていただくものでございます。こちらも国の制度でございます。 続きまして、原油価格の高騰対策についての、えー、事業者支援についてでございます。まあ、今回、世界的な原油価格が高騰ということを受けましてですね、えー、特にこういった原油、あの、石油ですね、石油を多く使う事業者につきまして、えー、支援をさせていただくものでございます。まず、貨物運送事業者支援金でございます。 対象とするのは宅配業を除きまして市内の貨物自動車運転事業を営む中小事業者及び個人事業者でございます要件といたしましては原価格が高騰がこう著しくなってきました昨年の10月以降から今年の6月までの期間中任意の連続した6か月分の事業用車両にかかる燃料代につきまして1リットル当たり10円を 補助させていただきます。こちらは、え7月から申請を受け付けさせていただくということでございます。そして2番目といたしまして、旅客運送事業者等支援金でございます。対象となるのは、市内で貸し切りバス、タクシー、自動車運転代行業、一般廃棄物収集運搬業を営む、中小事業者及び個人事業者であります。また、合わせてですね、 今回は社会福祉施設等を運営する事業者も対象とさせていただくということで考えてございます。介護施設等、またあの、子供園等ですね、も対象とさせていただきます。支援の内容につきましては、こちらは1リットルあたりいくらではなくてですね、車両によってですね、支援をさせていただきます。軽自動車から大型車まで、それぞれありますけれども、1万円から10万円、 を支援させていいただくものでございますこちらも7月より申請を受け付けさせていただきたいと考えてございます続きましてこの原油価格に関する高騰に関する支援としてですね今回農業者支援また漁業者支援も行わさせていただきます <laughs> 農業者につきましては特にですねやはり園芸でですねビニールハウスで えー、栽培されている方が一番影響を受けているということでございますので、まあ、そういった方々がですね、ええー、暖房費等に利用するですね、そういった暖房設備につきまして、えー、補助率3分の2でですね、限度が50万円で補助をさせていただきたいと考えてございます。こちらも7月から、えー、申請を受け付けたいということでございます。 また、えー、漁業者の支援といたしまして、えー、漁業燃料、漁船の燃料ですね、えー、経由の価格上昇分につきまして、こちらは、あ運送事業者と同様にですね、1リットル当たり10円の補助を、支援をさせていただきます。えー、対象となるのはあ、漁業に、の組合員の方でございます。こちらも同様に7月から申請を開始申請の受付を開始したいと思います。 まあこういった、えー、運輸業、また、えー、福祉車両も含めたです、ね、さまざまな車を使っている事業者さんへの支援、そして農業者支援、漁、えー、業者支援、通してです、ね、この原油価格高騰対策ということで,です、ね、当たってまいりたいと思っております。えー、続きまして、消費喚起策でございます。えーまあ、昨年も実施をさせていただきましたが、 あ、市内の商店、あるいは飲食店で利用することができるプレミアム商品券を今年度も事業として実施させていただきたいと思っております。え、飯町、小松プレミアムといたしまして1万円の。でですね1万3千円分の商品券が付いてくるというプレミアム商品券でございますえ、販売冊数は35003万 5,。 五千冊ということで、ね、まず一世帯当たり二冊を限度にですね、販売をさせていただくということになっております。ただし、この販売状況に合わせてですね、一定期間過ぎた後にはですね、えーまあ、売れ残りをさせないでですね、三万五千冊すべてこの消費喚起に充てるという意味でですね、えーまあ、一定期間の後にはですね、えー、追加交流もあのできるようにしてまいりたいと思います。 前回の E マチプレミアムはですね、えー、カード形式での発行となりましたけれども、今回は、えーまあ、冊子になっておりまして、1万1000円の商品券をつけていきたいというふうに考えております。ただし、えー、事業者さんの換金手続きをですね、えー、簡略化するためには、えー この件自体に QR コードを発行させていただきまして、事業者さんが速やかに換金できるような、というところも工夫をさせていただこうということでございます。販売させていただくのは、市内25個の郵便局と小松駅前行政サービスセンターでございます。利用 利用店舗につきましては、商工管理所に、と連携をいたしまして、市内に本店がある飲食店や小売店、ホテル、旅館、観光施設等で利用できる、飯町小松プレミアムを発行させていただきます。また、合わせまして、2番といたしまして、飯町小松プレミアム商店会利用促進イベント補助金を、今回、設けさせていただきました。コロナ、コロナ禍においてですね、なかなか各商店会、イベントができる、できなくてですね、 反則等もしづらい状況でありましたけれども、今後ですね、各商店街ごとにですね、様々なイベント、反則イベントを開催される場合のですね、補助金を設けさせていただきました。補助率は3分の2で上限50万円でございます。この両方合わせてですね、消費喚起ということを行ってまいりたいと思っております。 もう一つ、消費喚起の意味合いに向けましてですね、止まろう小松宿泊応援割というものがございます。こちらは、すでに1月の補正予算で、小松市内での宿泊を応援する制度を解消させて、予算をですね、計上させていただいて、議会にも議決をいただきましたけれども、これはあの GoTo トラベル、国の GoTo トラベルと合わせて実施していく予定でございました。ただし、えー ただですね、GoTo トラベルがいつ再開されるかということはです、ね、現状、まだ未定ということがありますので、えー、市内の宿泊施設を応援する意味で、ですね、制度を改めまして、6月15日から、えー、この国の GoTo トラベルとはまたなくてもですね、実施できるような制度に改めさせていただきます、6月15日の宿泊分から割引を開始させていただきます。 えー、割引額につきましては、1泊当たり2万円以上する宿泊に関して、1人当たり5000円、1万円から2万円の宿泊に関しては、3000円を利用することができることになります。こちらは小松市民以外の方もご利用いただけますので、ぜひ身近な方にです、ねえー、お声掛けもいただいてです、ね、ぜひ小松に泊まりに来てくださいということをです、ね、お声掛けもいただければなというふうに思っております。 続きまして、物価高騰対策といたしましてですね、学校給食、また子ども園の給食への対策でございます。世界的な原材料価格が高騰してまして、様々な要因でですね、食品価格が高騰をしております。そういったことに中でですね、大事なのは保護者の皆さんに追加の 負担を求めないということを徹底をさせていただきました、えー。給食費を上げないということをですね、まず市として明確に示させていただいた上でですね、必要な経費につきましては市の方でしっかりと担保させていただいてですね、この学校給食、また子ども園の復職というものをしっかりと子育て世帯への負担軽減を努めていきたいと思っております。 学校給食につきましては、えー、今、中学1年生から3年生まで給食無償化させていただいております。また、1年生から、小学校1年生から6年生につきましては、1月とつたり5000円をいただいておりますけれども、ここを給食費を値上げせずにですね、維持していき、また給食の質もですね、えー、今同様に質と量をしっかりと担保してさせていただくためにですね、この物価高騰相当、 の影響を受ける部分につきましては、市が学校給食会へ助成をすることによって、えー、子育て世帯に、えー、負担を求めないということで進めていこうと思っております。また、えー、同様に、えー、子供園につきましても、特に公立の子供園につきましては、市の方で、えー、この給食費を値上げしないということでございますし、えー、私立の子供園につきましても、おこの物価あ高騰影響 受けるだろう金額をですね、それぞれの園に助成をさせていただきまして、ね、えー、負担軽減ということを図りまして、子育て世帯を支援してまいりたいと考えてございます。えー、続いて、えー、ウィズコロナにおける新たな日常に対応した博物館、美術館の環境整備でございます。えー、内容といたしましては、えー、博物館、えー、そして宮本三郎美術館、小小屋鉱山資料館につきまして、えー ま、様々な、これからの新しいコロナ、ウィズコロナにおけるデジタルコンテンツの配信環境を整備するというものでございます。え、博物館、美術館につきましては、ま、これらのデジタルコンテンツの配信に向けて、え、撮影用のカメラや、パソコンなどの機材、また、コンテンツの配信に必要な機材を揃えてですね、効果的に発信するプラットフォームを構築させていただきたいと思っております。 これによりまして、展示会場の動画配信や、収蔵資料の画像配信、学びの情報配信など、いつでもどこでもアクセス可能なオンライン配信を推進いたしまして、ウィズコロナにおける新たな日常に対応した情報発信力を強化していきたいと考えております。また合わせまして、新型コロナウイルス感染症対策の環,環境整備を推進するために、 宮本三郎美術館の空調フィルターの交換、また音楽鉱山資料館の空調機器の更新を行っていきたいと考えてございます。続きまして、加賀国府小松歴史の里整備費でございます。加賀国府周辺をめぐる歴史回廊の回遊性を高めるための公園整備を行っていきたいと思っております。令和5年、加賀立国1200年に向けまして、 現在、郊山古墳群史跡資料館のリニューアルを進めていますけれども、資料館隣の郊山古墳公園について、えー、白山長望とともにですね、国府推定地一帯からの騎馬型及び日本海までをですね、一望できるロケーションを生かしてですね、科学国府を体感できる歴史回廊の起点としての集計等の再整備を行っていきたいと思っております。 また、国府町の磯辺神社は、加賀の国総者不難社の推定地とされております、えー、されていることから、神社周辺一帯の石設と白山長房、架橋川を結ぶ、仮称不難山歴史公園として新たに整備をさせていただきます。えー、両公園とも、令和5年秋までの工事を終えまして、仮、え、称、ー、加賀国府ロマン館のリニューアルとともに、加賀立国1200年祭の舞台を整えてまいりたいと考えてございます。 続きまして少子化対策の充実であります。今年の4月から不妊治療の保険適用がスタートされております。一般不妊治療といたしましてタイミング法、人工受精などが挙げ,ます挙げられますし、一般不妊治療というものとですね、今回新たにですね、これまでの特定不妊治療、体外受精や顕微受精などのこれまでの体特定不妊治療をですね、 生殖補助医療としてですね、保険適用がされるようになりました。これを受けまして、子どもを希望する方々の経済的負担をさらに軽減いたしまして、安心して治療を受けられる環境を提供することを目的に、小松市独自の治療費助成制度を実施していきたいと考えております。一般不妊治療につきましては、これまで所得制限がございましたが、この所得制限を撤廃をしていきたいと考えております。 また、もう一方の生殖補助医療につきましては、こちら、県の動向もございますし、また、新たな制度が始まって、どういった治療をしていくことが効果的かということがですね、様々な動向がこれから、これまでと若干変わってくるんではないかなとも予想しております。そういったことの状況を踏まえましてですね、より効果的な助成制度を検討していきたいと思っております。 市として新たなこの、生殖補助医療への制度を早急に確立をさせていただき、年度に今年の4月1日、年度開始に遡って適用される、そんな新しい制度を現在検討中でございます。また、あの、検討の上ですね、制度化されましたら、市民の皆様にもお伝えをしていきたいと考えてございます。 続きまして、ゴミ減量化、リサイクル率向上に向けた制度の見直しについてであります。平成28年10月にダイエット袋制度を導入をしております。これによって、家庭系の可燃ごみ量はですね、一時期は減ってきたわけでありますけれども、平成30年度を境にリバウンドしている現状が見られます。このことから、昨年9月に制度改正について、環境審議会に諮問をさせていただき、今年2月に中間答申を受けました。 内容としては、指定袋制度の是正や、エクロジーパーク小松の搬入手数料の最低価格導入を、答申として受けております。これを受けまして、市では、指定袋の無償配布を、廃止をしたいと考えております。また、合わせてその経費をですね、他の原料化の支援策に活用していく、そんな方針を、でございます。 例えば、生ゴミ処理機の補助金の増額でありますとか、指定袋の仕様変更でございます。デザインを一新し、一泊あたりの枚数も増やしていきたいと、統一をしていきたいと考えております。さらに、優しい福祉施策の充実といたしまして、えー、配布数や、今後始めます赤ちゃんコミュニティ機民での、こうした指定袋を選択できるように、こういった新たな制度を構築していきたいというふうに思っております。 最終的には環境審議会からです、ね、7月に最終答申を受けることになっておりますので、まあ、そちらを受けましてごみ集積場の町、ね、内への補助でありますとか啓発強化に努めまして新しい制度をスタート来年4月以降スタートしてまいりたいと考えております。現在、庁内会等を通じてです、ねえー また、各種団体にもですね、このゴミの減量化に向けてのですね、説明会も実施しておりますので、えー、ぜひまたご予約をいただければと思っております。また今後、この制度改正、来年4月から予定しておりますけれども、改正後も指定袋制でありますとか、ピカピカマナー袋制、マーキング制ということは、継続をしていきたいというふうに考えております。 続きまして、公共施設マネジメントの推進についてであります。特に今回、小松ドームの今後の利用に向けてということを挙げさせていただきました。小松ドームは平成9年にオープンいたしまして、25年が経過しております。北陸有数の全天候型の大規模多目的施設でございます。総事業費は約80億円で、大規模集会や経済波及効果によりですね、 小松市をもとより南加賀の発展へ、南加賀の発展へ寄与することを期待された施設でございます。しかしながら、現在は低料金であることがゆえにですね、現状は市民のスポーツ活動を中心に利用されているというのが実態でございます。この施設規模や整備当初の目的と現在の両実態のギャップがあるということがを認識しております。 そこでこれからの課題といたしまして、25年が経験したこの施設についてですね、人工芝や照明、天候掲示板など、施設の各所で不具合が現れてきておりまして、大規模修繕が必要と判断をしております。少なくとも、総額6億円以上、10億円程度の新たな費用がかかってくると想定をしております。こうした多額な回収費など、 今後の維持管理費に加えまして、えー、今、この北陸有数であるというですね、施設のスケール、機能を、やはり十分に生かしていかなければならないと考えておりまして、えー、この利用実態の、利用形態の見直しや、機能の再検討が必要と考えております。また、東京オリパラを契機にですね、多種多様なスポーツの盛り上がりや、スポーツを生かしたまちづくりの機運が向上してきているということもあります。 え、小松市にとってはですね、北陸新幹線の開業ということも控えており、えー、様々な社会環境や時代変化にも対応しながら、えー、地方創生や地域の発展に資する、より良い活用方法について、民間のアイデアやノウハウ、民間投資等によるですね、大胆な活用転換を含めて、えー、チャレンジ意欲を持って、このドームの今後の利用ということを考えていきたいと思っております。 今後につきましては、公募の使用などをですね、6月の特別委員会、議会の特別委員会でご意見をいただいた後にですね、準備を進めて、7月中をめどに公募型のプロポーザルを実施したいと考えております。3ヶ月程度の公募期間を設けまして、10月以降に審査会を行ったうち、行った後、結果を市民の皆様にもお示しをさせていただきたいと思っております。選ばれた事業者の提案内容によってはですね、 必要な改修予算の計上や、実際の改修、そして小松ドーム条例等の改正が必要となっている部分もあるかと思いますけれども、そういった所要の変更を、また議会にも図っていきたいと考えてございます。なお、この提案内容によってはですね、さ、えー、まざ、あ、まなあ今後の予定がにも影響がかかってくると思っております。 えーまあ、施設の改修が必要な部分があるということがありますので、えー、来年の7月以降のアリーナ利用予約についてですね、一旦停止をさせていただきたいというふうに考えております。まあ、今後、進行スケジュールの状況次第ではですね、えーまあ、それ以前の利用についてもじゃ、場合によっては制約を受けることもあり得るかと思いますけれども、ぜひご了解いただきてですね、より良い小松ドームというものをですね、えー、にしていきたいと思っておりますし、 この公共マネツ公共施設のマネジメントのですね、象徴としてですね、この小松ドームから取り組んでまいりたいと考えてございます。最後になりますけれども、公民連携の推進でございます。行政だけでは実現できないさまざまな政策やサービスがございます。公と民そして市民三方よしのですね、公民連携を今後さまざまな分野で目指していきたいと考えております。 今年の4月にはです、ね、公民連携デスクというものを設置をさせていただいてです、ね、この公民連携をさらに強力に進めていっております。そんな中で、今回、新たにです、ね、3つの連携が可能ということで、ご報告をさせていただきます。まず、大塚製薬さんとです、ね、6月20日に包括連携協定を締結させていただくということで、今、準備を進めております。 スポーツの振興、健康づくり、防災・災害協力、まあ、こういった分野についてです、ね、大塚製薬さんが持つ知見や、そういったことをうまく活かしていきながらです、ね、スポーツ振興や市民の皆さんの健康の増進ということに取り組んでまいりたいと考えております。また、6月3日に予定をしておりますけれども、ソフトバンクさんとも連携を、包括連携協定を結ばさせていただく予定でございます。 ま、ソフトバンクさん、本当にさま様々な事業をさせて、あの、されておりますので、ま、どういった分野で、え連携が可能か、ま、その内容については、現在調整中ということで、よろしくお願いしたいと思います。また、5月30日、本日になりますけども、お売り時さんとですね、え連携協定を締結をさせていただきます。売り時さんは、ご家庭にある不用品と、不用品を売りたいという方とですね、 え、プロの査定士をつなぐマッチングサービスを実施されている会社でございます。そういったサービスを利用しながらですね、市のゴミの削減、あるいはリサイクル率の向上に資する取り組みを一緒に行っていきたいということでございます。今回発表した企業だけではありませんでして、他にも地域交通ですとか、自治体 DX などの分野についてですね、様々な企業、大学と連携、協議を現在も進めておりますので、 また、その都度、皆様方にはご報告をさせていただきたいというふうに考えております。今回の議案、また、市政の取り組み状況について説明をさせていただきました。以上でございます